いやー、やっぱやってないと毎日やってないとダメだよね。毎日トレーニングしてないと体がぐだる。休んでトレーニング、休んでトレーニングじゃなくてもう集中的にやらないと。あいつ練習してないけど天性のセンサーあったから正直いや、そうだよ。だって前評判は、俺絶対負けるって言われてたんだもん。で、反射神経いいのとスタミナあんのは知ってたから、スピード感はあんのは。あいつ喧嘩弱くないよ。わかってる、それは。でもね、実際やってみて、手合わせてみて、あ、やっぱ反射神経いいなと思って。振り回されないように気をつけないと、と思ってるね。本当にあいつセンスだけはいいんだよ。髪染めたんだよね うん。あんまり似合ってないかな。結構評判いいんだけど。赤似合うじゃん、つって。青山だから自分の強さを知ってるから高くくってんだよ、正直言うと。俺は和道になんか負けねえよっていう、あんなニートに負けるわけねえじゃんっていう感覚なの。だからそれを俺は分かってたから練習をしてるんだよ。あいつ弱くないよ。まあ似合ってる、ありがとう。そう。あいつはね、もともと喧嘩強いんだよ。そう。だって、体重差これだけあんのに、パルパルと喧嘩した時割って入ってきてたからね。だから、体幹の強さ知ってるから、俺は、あいつの。だから、あいつに、勝つには練習が必要だっていうことを言ってた。今の前評判だとね、青山絶対負けるっしょってなってるけど、やっぱ油断できないよ。スタミナ圧倒的にあいつの方があったし。やっぱね、スポーツ選手は強いよ。なんだかんだ。スポーツ選手は強い。間違いないね。だから、あいつが練習したら絶対俺なんか勝てないもん。それでも練習してほしかったけど、俺は青山に。でも今日言ってた。なんだ、こんな楽しいんだって言ってた。スパーリングめっちゃ楽しいわ、っつってた。遅えよ。遅え、遅え。なんで今更気づいてんのよ。だから基礎練が嫌だったんでしょ、多分。基礎練が嫌だったんだと思うよ。その地味なトレーニング嫌いなんだよ、あいつ。体力あったし、サンダル、そう、やっぱ走り、すごい良かったね。綺麗だった、フォームが。フォームは綺麗だし、なんつうんだろうな。伸びがあるよね。バネがあるっつうか。すごい、ぴょん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 。軽やかに。サッカー選手だからね、あいつ。やっぱ運動神経では勝てないなっていうのは改めて分かったよ。もう地道な努力だよね。本当に。まあ、あんなの勝てない。運動神経だけで勝負したら。だからもう、ドレさんから理論を教わって、スタミナつけてって、もう、泥臭くやるしかないよ。相手の足殺すために蹴り上げて、ブロックして、ぶっ壊して。もう本当にそれだけだと思ってるね。あいつが練習したら勝てないだろうね。まあ大体さ、冷静に考えてわかると思うんだけど、31歳で今まで運動したことないんだよ、俺。で、24歳で、スタミナがあるやつと喧嘩しようっていう方がおかしいんだから。マグカップ購入したいんですけど、できてます。マグカップ売ってなかったっけ？マグカップ、ちょっと待って。マグカップ販売してないかな？もし今発売されてるサイトで、グッズで販売してなかったらやってないね。マグカップ今出てない。T シャツとステッカーだけだね、今。今 T シャツとステッカーだけだわ。T シャツ買ってよ、T シャツ。T シャツ買って。便乗枠で聞いたんだけど、パルパルがテルチャンピンで、和道はテルを選んだって聞いたんだけど。いや、違うよ。俺はテルチャンピンじゃなくて、パルパルを指名したんだよ、俺は。俺はパルパル指名したんだよ。それ、録画残ってるから。で、テルチャンピンでもいいって便所さんから言われたんだよ、俺。それは間違いだよ。
アンチャンワード2。いや、そんなん全然違うよ。情報が全然違う。俺は間違いなくパルパル指名したから。で、便所さんから俺はテルチャンビになっちゃったけどいい？って言われて、あ、いいっすよって。全然違う、それ、情報が。俺はパルとやりたかったんだもん。なんだ、青山に何の因縁もねえもん、俺。仲いいんだから。別に。何それ、全然違う情報だよ、それ。断固否定します、それは。別に俺今からだってパルパルとだってやったっていいんだから。俺別に今からパルパルに変わったって俺パルパルとやるよ。うん。俺はパルとやりたいっつったんだもん。あいつムカつくから。ボッコボコにするけどね。もう試合なんて関係ねえよ、もう本当に。ボッコボコにしてやるよ。マジ。二度と歯向かわねえようにボッコボコにして全部の歯を折ってやるわ。あ、魔法瓶さんだ。どうもどうも。配信者の中ではイケメンの部類。どうも、過去に和道さんに喋らせなかった。何喋らせなかったって、どういうこと？喋らせなかったって何？魔法瓶久しぶりじゃん。初見さんいらっしゃい、よしさん。楽しんでってください。もう別にパルトやっても構わねえよ。そうかよ、俺は殺すけどね。リングの上で。あんな生意気なクソガキ。はい、ワード2。たくみさんおはよう。ありがとうございます。一回スカイプした？いや、覚えてないわ、ごめん。喋らせなかったっていうのがよくわかんねえわ。俺、全然過去にスカイプした人いっぱいいるから。魔法瓶喋ったっけ？ジュース取ってくるわ。あれでしょ？プラモデル作る男の子でしょ？プラモデルの子だよね。覚えてるよ。合ってるよね。覚えてる覚えてる。1万人の旅やめてる。あなたはまた何ランクも配信者として上に上がるよ。成し遂げてね。うん、そうだね。まだまだ上に行きたいね。頑張ります。おかげさまでね、結構いろんな人がリアドつ来てくれて、こんな感じですね。今56名。まあ日付はもうストップしてるけど、今。旅はしてないから。だから人数はカウントに入れてるから。リア凸したい人よろしくお願いします。おい、達彦さんいらっしゃい。だんだんね、ドレさんがアドレナリン出てきて、指摘が厳しくなってきたよね、最近。チームドレの我々としてはなんか、ちょっと肩身が狭くなってきたよね。多分、ファイターとしての本能がね、出てきたんだろうね。ファイターとしての本能が。ピリピリしてるよね、ドルさんね、ちょっと。
ちょっとピリピリしてる、ドルさん。本人気づいてないけど、アドレナリンすごい出てる。まあ、しょうがないよね。なよなよしてたらおかしいもん、これで。まあ、相当ハードなトレーニングやってるんだろうね。次回の練習怖いっすね。あ、辰彦さん、僕は逆です。楽しみですよ。強くなったのを辰彦さんに、お伝えしたいんですよ。強くなりましたよ。あの時の、和道だと思わないでください。全然成長して帰ってきたんで。いけますよ。逃げてきました。どっから逃げてきたの？ どっから逃げてきたの？いらっしゃい。楽しんでって。おはよう、正義の味方。おはようございます。そう。いや、まあ、自主トレするしないには限らず、本当に自信ありますね。前より強くなった自信があります。多分それは、多分手合わせるのが一番早いと思ってるんで、左だけじゃないっすよ。強くなった、だいぶ。あ、ドルさんからありがとう、大竹さん。楽しんでってください。ドルさんの弟子です。ドルさんの弟子じゃないか。ドルさんの練習生って言った方がいいかな。気分は弟子だけど、格闘技は全部ドルさんに教わりました。よろしくお願いします。バッテリー来たよ。バッテリー来たよ。今、バッグの中に入ってるけど、もう外配信無敵になったから、ワウワウさん。もう配信、もうぶん回せますね。余裕です。25%で4時間放送ができたから、四死16だから、16時間プラス1時間半だから、やっぱ17時間半とか18時間放送できるね。あ、ゴリさん、どうもどうも。この前ありがとうございました。ありがとうございます。またまた、ね、絡みたいですね。オフ会とか日にちが合えば、ぜひ、また今後も絡んでいってください。ゴリナミオさんがこの前リアトしてくれたんだけど、ゴリさん、柔道の日本全国3位だっけ？日本全国3位の人。格闘家ですよ。すごいガタイ良かった。強かった。強かったっつうか、まあ見た目だけど。まあ強いって体でわかるからね、体つきで。いやー、今後ともよろしくお願いします。なんか、末永く長い付き合いしていきましょう、ぜひ。すごいよね。日本全国3位って相当な猛者だからね。めちゃめちゃ強いよ。なんか、多分ね、俺のリスナーの中で一番強いのタイガーなんだよ。正義の味方が一番強くて。もうこれはね、格闘技やってる人でもわかるんだよ。こいつには勝てねえっていうのが。もう本当に花山薫の世界だから。まあ多分ね、タイガーが一番強くて。でもなんか強い人が集まってきてて、いい感じだよ。今日も極真やってるね。若い男の子が練習一緒にやってくれて、すごいありがたかったし。助かるよ。リスナーさんがみんなが俺のことを強くしよう、強くしようってやってくれてるから。しかも、ダイエットも入れてるからね。炭水化物抜いて、ジュースからは糖分取ってるけど、こういうグレープフルーツ、ビタミン取るから。プロテインも飲んで、タンパク質バンバン取ってるから、今。もう試合まで仕上げますよ。多分ね、試合の時は体スッキリしてると思うから。楽しみにしてて。格闘技もそうなの？誕生日オフ会？
いや、誕生日オフ会っていうか、まあ、誕生日っていう体をつけただけで、別に普通のオフ会っすよ。普通のオフ会だと思ってください。みんなに祝ってもらいたい。大好きな人に祝ってもらいたいじゃん。やっぱり。大好きな人と一緒にいるのが一番いいから。みんなで飯食って、ああでもない、こうでもないって。いい思い出作りましょう。花山確か、背中男。背中男じゃなくてね、なんだっけな。男立ちっていう入れ墨してる人だね。男立ち。金に、屋敷かなんかを入れて、切られて守ったってやつね。そう。あれは、実際にヤクザにモデルがいるんですよ。花形 K って言って、喧嘩に武器を使わなかった捨て頃の人ですね。天王洲リアルスピードキング、昇会長さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。おはようございます。ぐでたまさん、おはようございます。あ、ドルさんからありがとうございます。不出来な 練習生です。どうもどうも。ありがとうございます。ドルさん、放送終わったのかな？もしよかったらフォローしてください。あ、ドルさん放送終わったんだね。じゃあ、ドカッと流れてくるわ。そうそう、男立ちね。男立ち。強い人が集まってるよ、ほんと。地下格闘技25戦のタチュヒコとかさ、柔道日本3位の ね、ゴリ並雄さんとか。フォローありがとうございます。どうもです。まあ、俺はさ、ファイターじゃないけど、今回の戦いで見せたいのは、31歳のニートのおっさんが、ね、インターネットばっかりやってスポーツもしたことない男が、頑張ればこれだけできるんだっていうのを見せたいね。俺もなんかやってみようって、ニートの人とかになんか希望を与えたい。30歳で家に引きこもってっても、こんだけ頑張ればできるんだっていう、なんか、そういうね、なんかメッセージを残したいっていうのが俺の気持ちですね。あ、また配信すんだ。目標達成できなかったのかな？俺もね、最近花火上がんなくて大変なんだよ。なんか知んないけど。ちょっと不調ですね。おっさんはどつー。アンドーナツおはよう。ドルさん、あと花火3発か2発足りないはずだから。まあ、回すかもしんないね。ああ、やっぱりプロテイン合ってないのかな？お腹下すな、これ。なんかサバスのダイエットプロテイン選んだんだけど、やっぱこれ飲むとお腹下すんだよね。合ってないのかな？下痢になるんだよ。失敗したかも。5000円もしたのに。あれは合ってるんだよな。味の素のさ、正義の味方がおすすめしてくれた味の素のプロテインは合ってるんだけど。カゼインって何？いや、なけなしの金を投資しちゃったよ。お腹下すってことは体に合ってないってことだよね。吸収されないよね、これ。お腹ゴロゴロいってる。多分これ体に合ってないわ。絶対体に。4000、5000円ぐらいですね、大体。1ヶ月分で5000円ぐらいのやつ。1ヶ月っていうか多分25日しか持たないと思うけど。飲みやすいんだよね、そのダイエットプロテインがヨーグルト味で。ホエイ飲んでる。俺は合ってるけど。ホエイプロテイン、大豆のプロテインのね、ホエイって書いてあったと思う。バタフライテールおはよう。おはようございます。今日もよろしく。そうだね。あんまり2、3日続くようだったらもう飲むのやめるわ。誰かにあげちゃう。プロテイン、お腹下す人結構いるんだよね。なんだよ。せっかく買ったのに。
ちょっと今日運動した後だから肌ツヤいいでしょ。プリップリなんだけど。ホエイ乳製なんだ。俺牛乳でお腹下すもん。それだ。ああ、ちょっと今持ってくるわ。牛乳でお腹下すぐらいの。牛乳も飲めないんだよ。多分それが原因だな。あれ、ガルシアって書いてあるわ。ガルシニアって書いてあるわ。これ、俺が飲んでるの。ガルシニア。大豆プロテイン100%ガルシニアだって。ヨーグルト味。俺が飲んでんの、これ。ホエイじゃなかったわ。ホエイじゃないね。慣れかな。ちょっと一週間ぐらい様子見よう。花火夜配信で、ああ、ありがとう。楽しみにしてます。俺が飲んでんのはこれっす。ダイエットプロテイン。ちょっと減量するから、ダイエットプロテインにしようと思って。その筋力を上げる必要はないから、もう体重差はあるから。これをね、グレープフルーツとかオレンジジュースで割って飲んでる。でも、あれだね、ほんと。味の素のやつが一番効く。疲れがすごい取れる。ホエイタイプの方がおすすめなんだ。これで体、お腹下っちゃうの参っちゃうよな。まあ、せっかく買ったから全部飲みたいけど。牛乳でお腹壊すのは豆乳も良くない。豆乳はお腹下さないの、俺。豆乳は全然普通にプライベートで美味しく飲んでて、お腹下したこと一回もない。豆乳大好き。豆乳は全然いけるよ、俺。悪者が悪い。だってグレープフルーツだぜ。合ってないのかな。食べ合わせが良くないとか。これを1日2回と、もう1種類のプロテイン飲んでる。でも腕ちょっと細くなったね。腕ちょっと細くなった。水の方がいいの？じゃあ水で飲むわ。グレープフルーツは別で飲むか。朝と寝る前飲もう。水か。早く辰彦さんとスパーリングしたいな。眠くないよ。俺、起きた瞬間にトレーニング配信やったから。あれ、寝起きでやったんですよ。あ、眠くないっす。あと、髪の毛の色が落ちてきたんだよな。オレンジ色になってきちゃったから。そろそろ赤入れたいんだよね。試合前真っ赤でまたやりたいから。赤い髪意外と、合ってた。赤と黒の配色。これすごいかっこいい。これテーマカラーにしよう。髪の毛が残ってるうちに遊ばないとね。すごい上手だったんだよね。これ作ってくれ。この髪型作ってくれた人が。辰彦さん、現役復帰するんでしょ？ねえ、言ってたよね。現役復帰するって。すげえよな。俺、まあ、捨て頃次回あったら出たいけど、地下格闘技は出ようと思わないもんね。やっぱリングに上がると高揚感があるんだろうな、特有の。なんかこう、達成感みたいなさ。だってあれ、地下格闘技ってギャラ出ないんでしょ？ギャラ出るの？あれ。地下格って出ないよね、多分。出ないでしょ？
ギャラなしでやろうと思わねえもんな。今は出ない方が多い。だよね。だもう本当に怪我しても自腹でしょ？すげえよな。みんな大怪我してたもんな。骨折した人もいたもん。ヒカルくんの会社の人とか骨折してたからね、普通に。腕の肘？筋痛めて。俺は総合格闘技は無理だわ。総合は絶対やりたくない。てか、俺は本当はボクシングルールがやりたいんだよ。おー、ワイルドクソジジイいらっしゃい。ウィー、ジジイから教わったの、インローは。練習してるよ、ジジイ。ありがとうね。あと、体ほぐしてくれて本当にありがとうございました。おかげさまで、体調バッチリっす。ワイルドクソジジイが教えてくれた左のインロー、絶対使うから見ててね。ジジイがね、すごい我流なんだけど、少林寺拳法とか空手とかマスターしてて、すごい強いのよ。で、蹴り方教えてくれて、インローの。あとトレーニング方法とか。で、整体のお店やっててね。整体のお店2回通わせていただきました。ジジイありがとう来てくれて。またジジイの店行きたいな。ジジイに会いたい。ちなみになんですけど、今100人いる中で捨て頃来る人、捨て頃チケットを取って来るっていう人手を挙げてもらえます？チケットもう持ってるよっていう人、どれくらいいるんだろう。ジジイ、本当ありがとう。もう本当出会いに感謝ですよ。たくみさんでしょ？たくみさん。で、のんちゃん、後ろにいるでしょ？たつひこさん。ゆうゆう来るのかな？ 3 人。そんなもんか。お会いできるの楽しみにしてます。3人か。こんなもんか。誰のところのリスナーが一番来るんだろう。ヒカルくんかな、やっぱり。ゆうゆうも来るんだ。じゃあ4人か。あと、レクチだね。5人。完成よろしくお願いしますよ。多分、俺の試合、ヤジが飛ぶから、アンチから。ワダを殺せーって飛ぶから。もう完成頼みますよ、ほんと。盛り上げてよ。第2試合だから、温まってないから、試合が。頼むよ、ほんと。なんか声、じーっと見てたらダメだよ。いや、DVD じゃなくて YouTube に動画上げるみたいですよ。あと、これ来る人にお願いしたいんだけど、スマホでの撮影は禁止なんですよ。携帯電話配信つけてるっていう風に思われちゃうから、スマホでの動画撮影禁止なんだけど、デジタルカメラの撮影 OK なんですよ。だからもし、試合見に来る人、デジカメ持ってる人いたら全員撮ってね。そしたら俺データ自分のファイルにアップロードするから、いろんな角度で撮れるじゃん。頼みます。そうなんです、そうなんです。YouTube に上げるって言ってた。完成頼みます、本当に。よろしくお願いします。もう絶対いい試合するんで、絶対勝つんで。ボッコボコにします、青山を。青山をボッコボコにします。9分間タコ殴りにしますよ、僕。ダウンなんかさせねえよ。 地味で倒れるか倒れないかの蹴りを蹴り続ける。 でも格闘技って面白いよね。相手を壊す技術じゃん。相手を怪我させるわけじゃん。要は骨を折ったり筋を切ったりとか、脳震盪を起こさせたり。怖いよね。だって人を倒す方法だけを考えるんでしょ。もう誰が考えたんだろうね、格闘技って。 でもなんだろうね、その命がけでやった時の高揚感っていうかさ、これやった人にしかわかんないよね。男にしかわかんねえんだろうな。まあね、女の女性のファイターとかもいるからあれだけど、普通の女性にはなかなか理解されないんだろうね。配信タグル、
無職かニート。俺無職でもニートでもないから、両方ともつけないです、タグは。うん、殺さない方が難しい。もう殺すことだけ考えてるもんね。俺は無職でもニートでもないんで、どっちもつけないですね。うん、僕は配信業で個人事業主なんで。はい、で、ニートでもないですし。最も根源的、原始的なスポーツ。ああ、まあ、そうとも言えるか。スポーツっていうか、もともとだから殺し合いだもんね。平たく言ったら。相手をぶっ殺す技術だもんね。それを殺さないようにっていう風にルール化してグローブつけたりとかね。だって、ベアナックルボクシングって言って、昔は素手でやってたんだもんね。そう、バンテージみたいなのを巻いて。やばいよね。ワクワクするよ。あ、そうだ。さっき支援金2000円いただいたから、あとで計算しとこう。え、今でもやってんの？ベアナック。え、今でもやってるって何？ストリートファイター今でもやってんの？どういうこと？捕まるぞ。もうやめなさいよ。ストリートファイター卒業しなさいよ。うん、ダメだよ。ベアか。あ、ベアナックルボクシングってまだあるんだ。あれ危険だよな。ベアナックル。ベアナックルボクシングってあるの？いや、ほんとだ。怖っ。拳がおかしくなるよね、うん、初めの一歩は俺全巻読破してるし、未だにマガジンで読んでるよ。俺はだからボクシングルールでやりたかったんだよ、本当は。デンプシーロール出したかったんだよ。ガゼルパンチ、リバーブロー、リバーブロー、ガゼルパンチ、デンプシーの流れでやりたかった。はじめの一歩、グラップラー、バキは、もう読破してますから。やっぱ一番好きなのは一歩かな。俺が一番好きなプロボクサーが、マイク・タイソンだから。あれだって一歩にやらせようとしてるの、タイソンじゃん。なんか、デンプシーロールの縦とか変形とか言ってるけど、あれ、思いっきり、マイク・タイソンがやってることだからね。デンプシーロールの変形。アッパーとかフックとか、もう、全部込みで、デンプシーやるっていう。ウィービングから、ダッキングでかいくぐってって。でもまあ、あれはできないんだよね、ボクシングじゃないと。キックがあると無理なんだよ。でも青山気強いから多分前に出てきそうな気するな。やべえ、今日回転系の技やんの忘れた。練習。回転系の練習してねえわ。バックハンドブローとローリングソバット教わったんだけど、練習全然してない。ドレさんが教えた俺に必殺技を授けるっつって。まさかバックハンドブローだと思わないよね。なんかもっと地味な技かと思ったら、本当に大技を教えてきたから。
ええー、と思って。嘘だろ。でもバックハンドブローで勝ったらかっこいいよね。ちょっとね。うん、普通の選手使わないじゃん。バックハンドブローとか。スパーン入ったら気持ちいいだろうね。ボクシングルールでやりてえな。もし第2回出れるとしたらボクシングルールで提案してみよう。オファーがかかったら。初めの一歩だと誰が好き？みんな。キャラクター。誰のファイトスタイルが好き？仙道と幕の内の試合がすげえ最高だったよね。なんだっけ？ララパルーザだっけ？うん、すげえ良かった。俺あの試合が一番好きかもな。一歩戦では。二回目の方ね。世界、チャンピオンを争った方が好き。違うか。仙道がチャンピオンで、一歩がチャレンジャーだったのか。伊達に負けた次の試合だもんね。おはようミュール、おはようございます。おはよう。4時間トレーニングやったよ。体バッキバキです。鯉のぼりゲットありがとう。鯉のぼり余ってる人ください。急激に剥げ上がってはないよ。うん、じわ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 来てるんだよ。急激ではないかな。髪短くしたからそう見えるだけでしょ。こんなもんだよ。まだランハゲさん見たくなってないけどね。ランハゲすげえよな。本当にハゲだもんな。こっちか。もうだって31だぞ。みんなハゲるって。ハゲとかハゲとか言ってるの若いうちだけだよ。俺ね、あれだよ。夜起きたの。彼女後ろにいるよ。うん。あ、パーマね、いいかもしんない、タチウヒコさん。え、でもタチウヒコさん、ロン毛は似合わないと思うよ。単発似合うと思う。ロン毛は似合わないだろうな。パーマってどんなパーマだろう。細身の方が似合うよね。体が細い方が。トレさんがかっこいいんだよな、今の髪型。ハゲたら、AGA したら大丈夫？いやー、なんかね、なんだろう、男がハゲるのって理由があってハゲてると思ってんの。なんか人間の生命ってさ、すごいんだよ。やっぱ DNA とかって。で、理由がなくハゲてないんだよ。だから、俺が一番かっこ悪いのは、そう、ハゲてるのはハゲてるでかっこいい人はいると思うのよ。デブでもかっこいいやついるし、ハゲててもかっこいいやついるのに、それをね、隠そうとする文化とか、その、ハゲてる人を見た時にハゲハゲっていう風に、そう、足を引っ張ろうとする文化がダサいと思ってて。別にハゲててもかっこいいやつはかっこいいんだし、デブでもかっこいいやつはかっこいいよっていう。
なんか、生活習慣。いやいやいや、もう、親父生活習慣超しっかりしてるし、食い物超しっかりしてるけど、ハゲだもん。あのね、後ろから来るハゲってあるじゃん。あれは多分生活習慣なんだよ。俺もストレス溜まったりとか、体ボロボロになったりすると、こっからハゲるのよ。だけど、おでこのハゲは遺伝。これは。まんま親父のだから。これ絶対そうだよ。あのね、横に10円パケできたりとか、後ろの方がハゲるっていうのは、あの生活習慣だけど、デコから来るやつはこれ逆らえない。うん。親父がまんまこれだもん。遺伝遺伝。だから別にハゲてて隠そうとするのが俺はあんまり。なんかアメリカとかだとハゲてるのがチャーミングだっていう、ハゲの中でかっこいいっていうジャンルがあるんだよ。な、日本人のハゲはみっともねえかんな。ヒロシはハゲてるが、ヒデはボーボー。あー、ヒロさんハゲてたね。うん、ヒロさんハゲてた。俺が会った時19ぐらいだったから、何年前だろうな。もう十何年前だけど、すごいハゲててデブだったね。びっくりしたもん。これヒデの弟さん？弟だっけ？兄貴だっけ？弟だよね。びっくりしたよ。六本木の高いバーで飲んだよ。高いバーっつうか、キャバクラのボーイで、俺が。で、呼ばれて、君一緒に飲もうよっつって。で、テーブルついて。で、イナゴライダーとかシャカラビッツとかを仕掛けたプロデューサーさんと、ヒロシさんが飲んでたのかな。うん。で、うわ、すげえと思って。多分毎晩豪遊してんだろうね。ずっと短髪だったんですけど、ゆうゆうが嫌と言って。まあ、奥さんがそう言うならね、奥さんがね、かっこいいって旦那さん思うんだったら、奥さんに任せんのが一番だよ。うん、奥さんがその美的センスがあるんだったら。スロットっていうか、パチンコがもう勝ち続けてるかな。うん。パチンコはほぼ負けなしぐらいに勝ってて、スロットのマイナス10万円はもう取り返したよ。ただ、旅配信でもう飛んじゃったけどね。パチンコの勝ち分は。バッテリーも買ったし、5万円するバッテリー買って、携帯電話直して。もう全部配信機材にぶっ込んだ。金あるときにね。スマホもバキバキだったのが2年ぶりにこんなピカピカだよ。いい感じだよ。なんか北斗の拳で負けないよ。北斗の拳セブンでずっと勝ってるよ。多分負け分じゃなくて出玉の勝ち分で言ったら40万超えてるね。1ヶ月で。すげえ相性いい。使った金がね、10万だとして30万浮いたとしても、もう全部旅で使っちゃったね。中田さん、風船ありがとう。アイテムありがとう。パチプロにはならねえよ。髪は赤く染め直しますね。大会前に。真っ赤にしますよ。うん、もちろん、オレンジ色になってみっともないから、赤くしようと思ってるけど。おはよう、クロスケさん。おはようございます。フォローありがとう。今年で120万負けてる？やめればいいじゃん。才能ないんだって。なんでやめないの？
120万でなんか買った方が良くない？赤好きっすね。お、世界中ボーイもいらっしゃい。おはよう、うん。昔から赤好きなんですよね。黒が一番好きなんだけど。赤が黒に映えるんだよね、一番。ギャンブル依存症？病院に通えばいいじゃん。ギャンブルは、一回冷めると本当に冷めるよ。俺も狂ってて、本当に依存症だった時あるけど、つまんねえなっていう、心底、離れるんだよ、一回。一回他の面白いこと見つけると、くだらなく思えるよ、ギャンブルって。アクアさんおはよう。だってさ、そんな10時間も20時間、10時間ぐらいパチ屋にいるわけでしょ？で、120万負けてんだよ。バカみたいじゃない？おー、ユンさん花火ありがとう。でしょ？時間と金を同時に失うんだよ。バカバカしいじゃん。こんなバカバカしいことなくない？時間と金を同時に失うって。やめた方がいいと思うよ、俺。そう、なんか、仕事でも何でもして、まあ、息抜きに、まあ、仕事上がりに2時間ぐらいちょっと息抜きにパチンコやるかとかだったらいいかもしんないけど。パチンコでズブズブになっても何にも生まないからね。誰も幸せにしないし。自分が息抜きでする分にはいいけど、借金背負ってまでやることじゃないでしょ。そんなのパチンコ屋のさ、いいカモにされてるだけだよ。まあね。でもさ、やめようって思わないと、本人がやめるっていう強い意志がないとやめらんないでしょ？病院に通うとかさ、なんか他の趣味見つけるとかさ、本人の心がまずやめるって決めないとダメよ。やめたくてもやめらんないんだよって言って指くわえて待ってたらずーっとカモにされるだけだからさ。荒らすのって何？俺、お前んところでコメント打ってないけど。どういうこと？荒らすのって何？俺、お前んところでコメントなんか一回も打ってないけど、何、トム？やめてくんない？どういうこと？俺、お前んところで一回もコメント打ってないよ。何なの？因縁つけんのやめて。針金全部。まあまあ、本人がいいんならそれでいいんじゃん。俺、トムの放送なんか見てねえよ。やめてくんない？言いがかりつけんの。中津さん、風船ありがとう。何なんだろう。なんでいきなりトムにこんなこと言われないといけないんだろう。俺別に人の放送を荒らしなんかやらないけど。昔はプラスだった。だから瞬間的に見てプラスはあるかもしれないけど、トータル的に見たらダメだよ。俺の依存症は治るかどうかわかんないけど、自分の人生にだから役に立つんだったら、別に依存してもいいと思うの。俺は。なんかハッピーな気持ちになるとか、幸せな気持ちになるとか、仕事頑張ろうと思えるとか。だけど、後悔してるわけでしょ。結局、アルコール依存症とかボロボロになるし、薬物依存症もボロボロになるし。だって和道の放送を見て依存症になっても別にボロボロになんないでしょ、人生。大丈夫でしょ。
いい趣味を見つけた方がいいよ。いい趣味を。アイテム投げすぎ依存症とかあんのかな？いやー、どうだろうね。鬼爆されたいよ。和道に花火を投げすぎて人生がおかしくなったっていう人いないでしょ。そんなに投げられてないぜ、俺。そういう人はもう100万単位、200万単位でしょ。そしたら俺50万とか100万とか稼いでるからな。そんなん聞いたことないよ。それはあるよね。依存するってことは自分の強さがないわけだからね。他人の生き方に依存しちゃってるっていうことだもんね。それはあると思うな。おはよう。マムちゃんおはよチャオおはよう。おはようございます。だから結局あれじゃん？何でもいいけどさ、人と出会った方がいいと思うよ。人と関わりがなくなってくるから、だんだんそういうパチンコとかに依存しちゃうんだと思うけど。わかんないけど。だから、ネットでオフ会とかに行くのでもいいし、ねえ、出会う場所っていうか、セゴロ入場曲決まったよ。聞く？セゴロの入場曲。決まった、決まった。これかな。これだね。かっこいいでしょ。これが俺の入場曲だね。昔 YouTube やってた頃、よく使ってたお気に入りの BGM だね。おはよう。おはようございます。てかね、依存するって言ってるけど、やめる気ないんだと思うよ、俺。サブアカは。サブアカは、もうパチンコが好きで好きでしょうがなくて。で、俺に、依存症なんだよね、とか言うけど、やめるつもりないわけじゃん。もう、ズブズブなんだもん。好きなんだよ、多分。
そういうもんだと思うよ。多分本人が好きでもそれに依存してるから、もう聞いてもらいたいだけなんだよ。だから本人のなるようになってるんだよ。本人の意思の問題だから。そんなのに付き合ってらんないよ、俺は。俺にはやることがある。花火ありがとう。ミュール花火ありがとう。サンキュん。今東京じゃ飲食店の求人多いらしいから出稼ぎに行こうかしら。あ、そうなの？求人多いの？まあ、東京は何かしら求人はずっと出てるよ。だから仕事を選ばなければ全然働けるよ。うん。まあだけど物価が高いからお金たまんないんだよね。うん、東京。家賃がバカみたいに高いから。でもまあ1500円とかあるよ、全然。時給。本当に全然あるよ。大体仕事なんかやりたくないことをやる我慢量だと思ってるから俺は。田舎の方だと1500円とかないけど、深夜の牛丼屋とか1500円全然あるよ。うん、一発50万で倍にして取り返す。闇金から借りてくる。あ、いってらっしゃい。いってらっしゃい。すごいね。糖質制限してるからさ、甘いもの食いたくてさ、糖質制限やってるから、もう米とかラーメンとか甘いものが映るともうほんとダメだよ。今ツイッターで自分のさ、ツイート見てたらうまそうなもんいっぱい出てきて本当にイラッとしたよね。
自分のツイッターで飯テロされるとは思わなかったよ。まあ、パチンコやるんだったらバイナリーオプションの方がまだ全然マシだよ。でもそういう考える発想がないんだよ。もう、いいんだよ、ほっといて。自分の人生ボロボロにするだけなんだから。言っても聞かないんだから。20日の日食わないですよ。あ、あれだよ。唐揚げとか食うよ。ただ、糖質制限なんで、誕生日ケーキなんか俺ブチ切れますよ。誕生日ケーキ買ってきたら俺多分そのリスナー殴るよ。お前舐めてんのかっつって。ほん、和道リスナーの風上にも置けないでしょ。俺ボッコボコにするよ、多分。嫌がらせでしょ、完全に。もう試合前だよ、つって。普通に唐揚げとか糖質制限で糖類、要は炭水化物を抜いてるんですよ。だから、今、もう3日連続どういうの食ってるかっていうと、豆腐の肉豆腐なんだよ。肉豆腐、豚肉、豆腐、キノコ、あとなんだろう、白滝とか、こんにゃく、本当は根菜ダメなんだけど、そこまで徹底しなくていいやと思って。で、あと、ローソンで売ってるパンね。ブランのパン。ブランパンってやつ。それ、ボッコボコにするよ、そんなの。殴るだろ。嫌がらせ以外の何者でもねえかんな。殴るよ。うん、これこれ。これで糖質 6.2g なの、うん。こういう、その、なんつうんだろう。こういう糖分があんまり入ってないのを取ってますね。これ甘いから、これでごまかしてる感じ。うん、あれだよ、普通の人が食べたら、いや、甘くねえよ、こんなのって言うけど。うん、エッチはしてるかな。セックスはしてるかな。そんなさ、タバコとセックスぐらいいいだろ。あ、飲んでいいよ。俺酒は飲むよ。糖質制限ってみんな誤解してるけど、焼酎とかウイスキーとかって蒸留酒っていうのは太らないんだよ。だハイボールとか飲めばいいだけだから、ビールとかカクテル飲めないだけだから、全然問題ないっすよ。うるせえよ、お前よ。ぐだぐだ言ってんじゃねえよ。トム、ゴミが。なんなんだよ、お前。お前ほんと通報するぞ。ゴミが。うるせえよ。人の放送荒らすなよ。おめえがぐだぐだ言ってんだろ。俺おめえんところでコメント書いたかよ。てめえの名前なんか出さねえよ、ゴミがよ。ふざけんな。二度とコメントすんな。片輪だからってお前手加減すると思うなよ。ゴミが野郎、ゴミ野郎がよ。え？抜くなって言った？いや、まあ男になれって言ってたよね。ダイエット中は美味しい食動画と写真 NG。 いやーもう NG っすよ。きついよ、うん、きつい本当に。売名すんな、うぜえから。ゴミ野郎が。なんなんだよこいつ、腹立つな。てめえの放送が荒れるようなことやってるだけだろ。人のせいにすんなよ。てめえなんか相手にしてねえわ、配信者として。永遠走ってたんでそっとした。あ、ゆきさんどうもどうも、すいません。トレーニング動画はあんな感じですよ、うん、コカ・コーラゼロと、俺コーラあんま好きじゃないから、うん、コーラ飲まない。コカ・コーラゼロも、まあ、まあ、どうなんだろうね。わかんないけど、コーラを、ほら、飲んでるイメージないでしょ。うん、顔を踏まないで、うん。顔踏まれるトラウマだから、ね。うん、マジでこいつ何なんだ、マジで。クソうぜえな。
だんだん腹立ってきた。ライン出ろ、トム。ライン出ろ。ライン出ろ、トム。逃げんじゃねえよ、人の放送荒らしといて。ライン出ろ、ゴミ野郎が。こいつ本当にクソだな本当。スタミナ、いやー体きついっすよ体疲れてますよ、うん、体めっちゃ疲れてます、青山の方がスタミナあったけどね、全然すげえバネのある走りしてて、全然伸び伸び走ってたよ。ぴょん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 。アーモンドとか、あのね、ナッツ系はいいんだよ。あの、タンパク質が取れるし、ナッツ系は非常にいいですね。ナッツはどんどん取っていい。ナッツだけで俺3000キロカロリーぐらい取ってても太らなかったもん。あれ。豆類。だから、あの、ライズアップとかやってる人、豆類よく食べるよね。豆をずーっと食べてる。豆は体にいいんだ。だから、南米系の人が体が発達してるのってあれ、あの、豆を主食にしてるかららしいよ。豆を常に食ってるかららしいよ。のんちゃんは最近ブクブクに太ってるねのんちゃんは餓死するんだって言ってて、ヘラルとガッシーを釣るガルガリになるんだけど、最近ご飯おいしい、ご飯おいしいっていい子モードだから、のんちゃんはブクブクに太ってますよ。キューピーちゃんみたいな体型になってる。のんちゃんはボインになったんだとか言っておっぱい自慢してくるけどあの確かにおっぱいでかいけど、今腹もブクブクで二の腕もブクブクになってるから今太ってる。のんちゃん出会って一番太ってる。面白いよね。いや、いいことだよ。だから今一緒にダイエットするって言って、
糖質制限一緒にやってるけど、運動しないと意味ないよね。食い物だけっていうのは無理だよ。あ、もし無料アイテムの鯉のぼり持ってる人、鯉のぼりください。鯉のぼり余ってる人いたら、鯉のぼりください。無料アイテムが配られてるはずなんで、よろしくお願いします。鯉のぼりください。バンバン投げてください。鯉のぼり。あ、ありがとう。鯉のぼりありがとう。おはよう、ダンボール。鯉のぼり余ってる人ください。鯉のぼり、青色の鯉のぼり出てこないな。青色少ないのかな。赤の鯉のぼり、あ、全部ください。鯉のぼり余ってるのがあったら全員ください。青い鯉のぼりが足りないね、ちょっと。全振りで、投げる人がいない人は全振りでお願いします。バンバンください。鯉のぼり色ある。赤と青と黒と金色があるね。金色は当たり。金変えたんだ。金鯉のぼりは販売なんだ。今、鯉のぼりがプレゼントされてる。金鯉のぼり投げてくれたの？ありがとう。金鯉のぼりは売ってるやつなの？エフェクト出ないね。あ、おまけでついてくる感じなのかな？鯉のぼりありがとうございます。あ、もらったんだ。へえ。あ、もらえたか。金はプレゼント、なんか特殊なプレゼントアイテムなんだろうね、多分。当たりなんだよ。金鯉のぼりは当たり。金鯉のぼりは1000名の人プレゼントだったよ。俺もらってないもん。1000名にしかもらってないから、選ばれしリスナーさんしかもらえないんだよ。多分あれじゃん、課金ポイントが高い人優先してるんでしょ。ありがとう。金鯉のぼりありがとう。2つ入ってるね。じゃあ、ニャーとミュールが投げてくれたんだね。ヘビーリスナーにプレゼントしたんだ。レアだよ、レア。1000名限定だって、金鯉のぼりは。激レアアイテム。鯉のぼりは、ランキングポイントが上昇するの。だから、おすすめに乗りやすくなるっていう感じかな。ランキングポイント。あと、赤、青、黒が揃うと、延長チケットがもらえるって感じ。だから、鯉のぼりもらえばもらうほど、この人おすすめですよ、つって、どんどん上に上がっていくの。おはよう、山津さん。宝くじ買ってみる？宝くじで一発逆転あるからね。
そう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 。青さんはダツーおはよう。あ、そうそう。参加者が増えたよ。オフ会。オフ会今何名なんだろう。確定だけで11人かな、今。確定だけで11人。そうだね、確定だけで、違うな、10人か。で、あと2人3人ぐらい迷ってるっつう感じか。まあ10人ぐらいが一番ちょうどいいかもね。あんまごちゃごちゃしてもわけわかんなくなるしね。昨日バッテリー届く前に見る？バッテリー見たい？すごいよ。思ってたより重くなかったわ。そんなに重くなかったんだけど、これはやばいね。これはなかなかだよ。ちょっと待ってね。よいしょ。ああ、筋肉痛が、やばいやばいやばい。これが噂の10時間以上配信できる神アイテムを手に入りました。その代わり、荷物が多くなったっていう。通行人の人もかっこいいって言ってたもん。何ですかこれって。すごい目立つよ。災害用とかの非常事態に使うバッテリーだから。めちゃめちゃ重たい。これが僕の新兵器です。これですね。あ、やべ。これです。これもう丸々電池。すごくない？これが新兵器ですね。これが新兵器。これがもう全部が電池なの。これが重さ5キロぐらいかな。鉄の塊ですよ。ただ、4時間配信して25%消費したから、25%が4回で100%でしょ。だから16時間これで配信できるの。これで。16時間配信できます。やばいっしょ、これ。思ってたより小さかった。でもこれ鉄の塊だから重たいよ。鉄の塊。今38%入ってる。なかなかな兵器だよ、これは。で、ソーラーパネルからとかも充電できるし。一応アウトプットは USB が4本。コンセントが一発。シガーソケットからも充電できます。
もっとでかいと思った。これくらいの電子レンジ見たことないけど。すごい重たい。ただこれがをリュックに背負ってればもうどこでも配信できるよ。無敵です。だからさ、ぶっちゃけ10時間ぐらいじゃん。配信するとしても。だから今までは1時間半の中でどれだけ面白いことやるかとかだったから。タミー持ってくよ。これさえあれば、もう1日中配信できるから。無敵中だよ。無敵中の無敵。うん。電波さえあればもうバッテリー問題は解決。うん。これくらいすごい、これくらいすごいバッテリー持ってる人は今までいないよ。大丈夫だよ。だって、そう、パソコン3台持ってってたの。パソコン3台とバッテリー1本持ってってたから、要は、この重さと充電器分が軽くなる。多分変わらない。重さ的には変わらなくて、これをバッグに詰めてたの。これとこの2つの充電器を。あの、コンセントね。この重さが軽くなったから。横浜行く？旅先で盗難にあっても武器になる。新しい発想だね。うん、これでぶん殴る。さすがにこれぶん殴るんだったらパンチした方が早いんだけど。これバックからゴソゴソ出してぶん殴る時間なんかないでしょ。うん、パソコン持って、1台しか持ってかなくていい分軽いよ。殴りに来い。勝てる気がしねえわ。俺は、どんなに俺がマックス、人生でフルスペックで強くなったとしても、正義の味方には勝てないって分かってるから。うん、俺は正義の味方と友達で言おうと思ったよ。うん、こいつは敵に回したらダメだ。納得いかないことは納得いかないって言うけど、俺は喧嘩したら殺されるって分かってるから。俺は正義の味方と喧嘩する気はないで。うん、ディベートで勝負だよ、ディベートで。そこでね、正義の味方を勝負しようとは思わないです。歩き疲れたら椅子にもなる。そんな大きくねえわ。こんくらいだから。そんなに、そんなにはない。殴りに来いとか言って勝てる気がしねえ。だから俺のイメージ花山薫だからね。今日何しようかね。まだ考えてない。何しようか。これブリーズライト。ブリーズライト。鼻の鼻孔を広げて、その、ほら、鼻詰まりじゃん。だ、鼻呼吸に戻そうと思ってさ。戻そうっていうか、そう、口呼吸を治そうと思って。これつけると多少楽になるの。ああ、ありがとう、のぎへん。今日休み？ゴールデンウィーク？鼻の通りが少し良くなる。そう、バネで、こう、鼻の鼻腔っていうのを広げて、スポーツ選手とか、いびきうるさい人がやってる。矯正器具だね。今日休みなんだ。いいね。配信者に休みはないから羨ましいよ。配信者ってさ、意外とさ、暇だと思われてるけど、めちゃめちゃ忙しいからね。ただ寝る時間と配信する時間は選べるから、そこは有利だと思うけど、意外とね、ずーっと飯食ったり風呂入ってる以外配信したりとかしてるから、意外と忙しいんだよ。
何、最近はベースにハマってるんだ、乃木編は。ギター弾かないと。ギター全然弾いてないよ。ここにあるけど。ね。ね、弦変えないとそろそろ。まあ、旅が終わったりしたらまったりまたギターの練習でもするよ。おはようございます。お、鶴さんサムネ変えた？鶴さんおはよう。こっちの方がいいんじゃん、サムネ。いいじゃん。高校時代ギター部だった。へえ、意外な経歴だね。ミュールギター弾けるんだじゃん。フォークギター？クラシックギター？いや、いいと思いますよ、これ。鶴さん。かっこいい。今日何やろっかな。とりあえず練習終わったから、練習は明日でいいとして。おー、バルスいらっしゃい、おはよう。おはようございます。ね。入りたくて入ったんじゃないの？え、どういうこと？なんで入ったの？なんで入ったの？先輩に入れられたんだ。いいなあ、バーベキュー羨ましいなあ。いいじゃないですか。バーベキューとかいいなあ。俺バーベキューとかやったことないかもしんないな。外で食うと肉がうまいんだよな。いいっすね。どこでやるんすか？いいなあ。ゴールデンウィークだからそれぞれみんな楽しんでますね。お、かっちゃんはどっち？オフ会バーベキュー？いや、もう店押さえちゃったもん。ニコバーでやるよ。お付き合いしていきたいし、あそこのお店とは。家の庭で家族サービス？いいね。最高じゃないですか。ああ、それはいいわ。羨ましいわ。家族と飯食うんすか？いいっすね。最高だよな、自分の家の庭でバーベキューとか。羨ましいわ。かっちゃんはどっち？
東京じゃないか、新宿か。花火ありがとう。かっちゃん、花火ありがとう。よしきたさん、頑張ります。ありがとう、よしきたさん。せごろ。これね、頑張ります。応援よろしくお願いします。友達とか、明日は二日酔いで一日無駄になる。まあ、それも含めてっすよ。もうぐだぐだ飲むほどね、気の合う仲間とぐだぐだ飲むほど幸せなことなんかないっすよ。昔はああだったねとかさ、楽しいじゃん。おっさんになったら楽しみだ。俺もでもそういうリスナーさんがね、増えてきて、あの頃はなんて言えるようになってきたから嬉しいよ、やっぱり。ねえ、リスナーさんと一緒に配信の歴史作ってきたから、だんだん歴史が詰まってきたよ。一旦帰宅したよ。今日も4時間トレーニングして。で、スマートフォンを直したりとか、まあ、さっきも見せたんだけど、バッテリー4時間対応のバッ、4時間じゃない、10時間以上配信できるバッテリーを買って。バッテリーだけで5万円だぜ。やばくない？配信バカだよね。俺電池に5万円かけるバカ見たことないもん。5万円かけました。バッテリーだけで。アホだよね。まあ、いい機材が買えるようになりましたよ。スライム増えたんだよね。俺が一番好きなのはこいつ。あれ？ホイミンどこ行った？あれ？ホイミンがいない。あれ？ホイミンは？あ、いたいた。ホイミンいた。スライム増えてくんだ。今、スライムが2体、ホイミンが1体、キンスラ1体、あ、キンスラ5体、3体か。アンペアの数なんだけど、スマートフォンを2回充電できるやつとかあるじゃん。要はスマートフォンの大きさぐらいの、こういうバッテリーってみんな持ってると思うんだよ。あれが、だいたい、5000アンペアっていう基準なの。5000アンペア。要はスマホを2回充電できるっていうやつなのね。で、配信者が使ってるこれくらいの太い鉄の塊のやつがあるんだけど、それがだいたい5万アンペアっていうやつなの。要は、スマートフォンを、20回充電できるっていうやつなのね。で、俺のやつは 12万アンペアなの。ノートパソコンが15回充電できる、スマートフォンがフル充電40回できるやつなの。だから単純に言うと、まあ、原材料が高いんだろうね。リチウムイオンだから。クータロスさんいらっしゃい。だからまあ、材料が高いっていう感じだ。で、災害時の時とかに使うやつなのね。要はコンセントから充電できるタイプじゃないと、レッツノート対応してないから。試合に向けて体は仕上がってますか？完璧な体仕上がってますよ。見ます？ほら。完璧ですよ。この女の子がうっとりするぐらいの腹筋。これで僕は試合に挑みます。仕上がってきましたよ。初見さんいらっしゃい。スライムシーまで仲間呼ばれてる。ハート様だよ。飛行がつけない。でもね、うっすら脂肪は乗っかってた方がいいんだよ。空手家がそうなんだけど、空手家ってさ、筋肉薄皮じゃないんだよ。脂肪がうっすら乗っかってんの。それでも、だいぶ絞ってお腹乗っかってたんだから、脂肪。蹴り殺される。
いや、そうですね。打撃が効かない。特殊な拳法。僕に打撃は効かないです。大丈夫です。無敵です、僕は。まあ、冗談抜きにして、今、低糖質ダイエットと4時間トレーニングしてるんで、体重8キロ落とします。こっから。あと30日ぐらい。で、残りの1週間で休憩するんで、大会1週間は、練習するなって、プロモーター側から来たんで、ドルさんにも言われた。1週間は戦っちゃダメなんだって。スパーリングもダメなんだって。だからスパーとかができるの残り1ヶ月なんだよね。大会まで1ヶ月となりました。今後の怪我は試合に支障をきたす恐れがあるので、調整しながら練習に励んでください。大会1週間前は練習をしないで体を休めて挑んでくださいって。これは自己責任になりますが、試合前後1週間は飲酒を控えることを勧めます。皆さんで盛り上げましょうって。便所太郎さんから来てるね。どれくらい持つか。沖縄の友がワドに NG 入れられてぶっ潰すって言ってた。ちげえよ、さっき放送荒らされたんだよ、俺。トムに、なんかコメントで。で、2回も荒らされたから、俺 LINE 電話かけたの。向こうも放送中だったから、売名してきたから、文句言ってやろうと思って。で、LINE に出なかった、死活されたから、俺、コメントに対して俺返してんのに、向こうは売名ばっかりで、なんか。だから、ブロック入れた。俺、ブロックの基準、売名禁止だから。みんな結構ディスってたけど、配信見た感じいい人じゃん。まあ、噂でね、みんな言ってるだけでしょ。お約束ってやつでしょ。わかんないけど。もし、気に入ったんならフォローしていただけると嬉しいですけど。まあ、お任せします。全然。僕は末永くリスナーさんとお付き合いしていきたいんで。シカトしてんのはトムだよ。ほっといていいよ。もう閲覧が少なくてネタがないんでしょ。フォローありがとう。なんて読むんだ？飛び竜恋。なんて読むんだ？飛竜恋。なんて読むんだろう。読み方がわかんない。フォローってどうやってするんだっけ？何年目だよ、もう。リスナー歴。まさか俺のことフォローしてないの？嘘でしょ？え、俺のことフォローしてないとかありえないよ、正義の味方。マジで言ってんの？フォローしてないの？俺のこと。飛龍恋さんね。飛龍恋さんありがとう。フォローのやり方は、ちょっと待ってね。今、フォローのやり方をお伝えします。まさか、まさかだよね。俺、フォロー、
リアと妻ですし、一緒にスパーリングまでやった仲なのに、まさかフォローされてないって俺びっくりするんだけど。これが配信画面、違うな。これは配信画面でしょ？これ。これ配信画面であるでしょ？そしたら、フォローするってここにあるじゃん。フォローするって。これを押すのよ。これ押したらフォローできるから。パソコン画面だったら、ここが配信画面でしょ？で、ここにフォローするってボタンあるから。よろしく。まさかだよ。まさかの正義の味方からフォローされてないって。びっくりするわ。結構本気でびっくりしてるかな。それがない人？え？どういうことない人って。スマホで見てるの？スマホは画面違うよ。スマホは、今のはパソコン画面なんだけど、スマホの場合は、スマホとかタブレットの場合は、こういう画面になるじゃん。あ、うるせえな。自分の放送ではできないんだ。この右上に三角線があるの。右上のタイトルのところ三角線を押す。そう、あれ？どこだっけ？ボタンと項目がない？え、それはバグだよ。運営に問い合わせないと。運営に DM 送んないとダメだよ。それはバグ。それはあからさまなバグ。それはもう、ふわっちの運営に DM 送って、フォローボタンが消えたって言わないと。それバグバグ。なんかね、ふわっちは結構バグが起こりやすいから、フォローボタンが消えてんのはバグです、完全に。フォローできないんだけどって、すぐ対応してくれるよ、1日とか2日で。フォローしたらフォロー消えるのかな？フォローした人間はフォロー消えんのかな？バグっち。ふわっちバグ多いんだよね。いや、喋れるよ、トムは。トム喋れるよ。喋れる喋れる。お、おなつさんはどつ、おはよう。おはようございます。そうだよね。オレンジ色に色がつくんだよね。だから、フォローボタン自体が消えることはないと思うけど。多分そういうことは起こらないよ。だよね、出るよね。自分で自分の放送はフォローできないんですよ。自分で自分の放送はフォローできない。あと、今なんで他の人のフォローボタン出せないかっていうと、ふわっちはキャプチャー NG だから。それもないんだ。なんだろうね。完全にバグだろうな。フォロワーの中にいるかな。正義の味方。なんだろうね。ちょっと原因がわかんねえわ、俺。原因全く不明。ああ、正義の味方、フォロワーの中に入ってるわ。いるわ。ランキング73位にいたわ。
ランキングあるよ。リスナーさんの中にランキングある。非公開にしてるからみんな見れないだけで。課金アイテムを投げてれば投げてるほどランキング上に行くんだよ。あるある。ふわっちが勝手にリスナーさんにランキングをつけてる。よく見る人とかが上に行くの。最近見てない人とかよくわかる。あとコメント打てば打つほど、ランキングも上がるのかな。コメントと閲覧とアイテム。で、アイテムが一番もうダイレクトにランキングポイント上がるって。見てる見ないはある程度わかるね。ランキングポイントが低すぎる。あ、違う。見てる数じゃなくてコメントした数だ。ママンさんおはよう。初見さんありがとう。もしよかったらフォローしてね。ワドウです。よろしくお願いします。まだまだ下の方だ。 今日何やろうかな。新宿徘徊してもいいけど面白いか？新宿徘徊配信とか面白いの見てて。多分全然面白くないと思うよ。ノンタンとデート配信やりたいんだけど、ノンタンがもう家から出るのが大っ嫌いなのよ。本当にずーっと布団で寝てて、もう布団幸せ、布団幸せって、ベッドがいいって言って、ベッドでずーっとゴロゴロしてんのよ。びっくりするよ。本当にずーっとゴロゴロしてんのよ。で、たまに料理作、たまにっていうかまあ料理作ってくれたり、洗濯物はやってくれるんだけど、起きたら洗濯物終わってたり、ご飯作ってくれたりするんだけど。外配信全然いいんだけど、のんちゃんがね、外に出るの大嫌いなんだよ。人混みが嫌いなんだって。ねえ、だから、高円寺一回行った時のデート配信とかすごい面白かったよ。高円寺配信は楽しかった。二人でハンバーガー食べて。ねえ、のんちゃん嫌いだもんね、外出んのね。聞こえた？嫌いって。のんちゃん外出んの大嫌いなんだよ。参っちゃうよな。俺は全然いいんだけど、一人遊びしかできないから。聞こえた？のんちゃんの声。嫌いっつって。のんちゃん嫌なんだって、外に出んのが。
ていうか最近キンバエさんとかさ、フワッチやらなくなったよね。ランハゲ、キンバエさんとかやらなくなってるよね。にゃーも外嫌なんだ。俺結構意外と引きこもり体質ではあるんだけど、外出るの大好きだから、遊ぶの大好きなんだよ。むしろ家の中でなんて言うんだろうな。家の中でじっとすんのも好きなんだけど、外も出るのが好きっていう変なやつだから。極端なんだよ。鬱っぽくなると部屋の中ずっと引きこもって、躁状態。躁鬱病の典型的だよね。躁状態になると外で出るっていう。完璧な躁鬱だね。引きこもるときずっと家の中いるもんね。のんちゃんは彼女。俺の。まあ奥さんみたいなもんだよ。もう俺ものんちゃんも旅終わったら結婚しようと思ってるから。ねえ、のんちゃん。出たら出たで、もうはしゃぐのよ、のんちゃんは。楽しい、楽しい、美味しい、美味しい、和藤さん、和藤さん、つって。だ家出るまでがすっごい腰が重いの。無理やり引っ張り出すんだもん、俺。のんちゃん行くよって。怒るよっつって。もうやだ、和藤さん。もう出たくないよ、つって。ねえ、のんちゃん。外出たら楽しいんだよね。え？どうした？のんちゃん外に出るともうはしゃぐ。おはよう、のんちゃんいるよ。のんちゃんいる。腹減ったから、腹減ってないんだよな。だからさ、人間って惰性で物食うよね。俺、運動した後とか腹めちゃめちゃ減ってうまいんだよ、やっぱり。空腹は最大の調味料って本当なんだよ。でも、ちょっと小腹がすくと食べる、ちょっと小腹がすくと食べるってこれ良くないよね。血糖値が下がったらすぐ食べようとするの。今もまさにちょっと腹減ったっつって食べようとしちゃったんだけど、本当は、もう腹が減って減ってっていうところまでやらないと良くないんだよな。これ惰性で物食うからデブなんだよ。もっと野生的にパワフルに食べないとね。あのガス代、あのガス代？ガス壊れてもうコンロ買ったんだよ、IH の。今 IH で作ってるよ。まあ、のんちゃんは料理上手だし、本当にいい奥さんになると思うよ。のんちゃんに何の不満もないよ、俺は。ヘラること以外は。IH 買った買った。買ったっつうか、のんちゃん買ったんだよね。のんちゃんが買って。あ、でもちょっと腹減ったな。あれ？俺さっき飯食ったの何時間前だ？今2時間放送。2時間で腹減るわけねえよな。おかしいよな。猫にご飯行ってらっしゃい。のんちゃんはハイパーニートだよ。のんちゃんハイパーニート。のんちゃんに仕事っていう概念はないから。
家でずっと寝てるだけだから。本当はね、働きたいんだけどね、のんちゃんは。働けない。次の練習、道具一式揃えていきますね。マジで？買うんすか？何オンス買うんすか？俺思ったんすけど、安いやつ買ったんすよ。グローブとか。やっぱね、ドレさんの道具見てたら、多少いいの買った方がいいわ。あのね、一番金高かったのがこれなんすよ。それだんだん気づいて、道具、なんつうんだろう、レガースとグローブいいの買った方がいいっすよ、ほんと。これが一番高かったの。これ8000円ぐらいすんのかな？これ。これはね、物持ち良さそうだなと思ってるけど、グローブはもうダメ。この1600円のグローブ、クソ。本当にクソ。何がクソかっていうと、まあ、合成ビニールはいいんだけど、もうこれがね、ダメなの。もう、粘着がないの。本当にイライラすんの。これどうしてんだろう、みんな。この粘着力のなくなったテープって、どうすんの、これ。本当にね、殴ってる、取れるんだよね。これなんか復活する裏技とかあんのかな？なんでこれダメになったんだろう。マジックテープの復活術とか知ってる？昔の道具大阪に全部置いてきた。あ、16オンス買うんすか？いいっすね。俺もちょっとグローブこれ失敗したよな。これあれ、俺当日売ろうと思ってるからね、サイン書いて。安物の、本当にそれ。やっぱだから配信機材は高いのかって正解だもん。高いのが一番物持ちいいよ。やっぱテープで固めるのか。俺も、まあでも俺はもうあと10日しかないからこれで行こう。で、これ、臭くないの？もっと、ヒカルくんのやっぱジムのは臭かったんだよね。もう練習みんなビッタビタにやってるから、水虫みたいな匂いすんだよ。やっぱ自分で使ってる分には、まだ使い込んでないから臭くないですね。マウスピースは500円ぐらいのやつ、俺は。でも、マウスピースも2000円ぐらいの、まあ、正義の味方が言ってくれたのは歯医者さんで2万円ぐらいかけて作れって言われたけど、俺は500円のマウスピース。いいっすね。まあ、ねえ、達彦さんの場合は、もうずっと使うんで、やっぱいいやつ買った方がいいっすよ。本革の。ドレさんのかっこいいもん、本革のグローブ。ドレさんのが本革でさ、いいんだよな。まあでも愛着湧いたけどね、これ。俺もう、あとバンテージが下手ってきたよ。バンテージがくっせんだ、俺の。試合中に汗拭くから、俺が。バンテージがくせえくせえ。あ、くせえ。くせえ。これはね、多分、リスナーさんにあげない。くせえ、バンテージ。マジでくせえ。考えられねえ、これ。ちょっと、バンテージ選択しないとダメだ、これ。臭すぎる、いくらなんでも。あれ？バンテージがもう一個ない。どこ行った？ハイターじゃなくていいんだよ。洗濯でもみ洗いすればいいんだよ。もうボロボロになってきた。テーピングで、殺人バンテージ。ああ、言ってましたね、そういえば。殺人バンテージを伝授するって。一体バンテージね。拳ね。でも、ほぼ反則技だよな、それ。それ反則技でしょ、ほぼ。くさ、くさ、くっさ、くっさ、くさ、くさ、くさ、何回嗅いでも臭いわ。これダメだわ。これ手やられるわ。洗濯しよう。あ、剣道みたいな匂い。そう。汗と、なんか もう、くっさ これはあかん。これは、くっさ。これはダメだ。洗濯しよう。いや、なんか、臭いものって、くっさ。せえ、マジで。あ、くっ。くっ
せえ、マジで。やっばこれ。のんちゃんこれやばい。のんちゃんこれやばい。病気になる、これ。これ本当にやばい。ちょっと洗ってこよ。ちょっと、あれ、もみ洗いしてくるわ。ちょっと待ってて。くっせ。やばい、これ。これ殴った方気絶するわ、こんなの。くっさ、待って。つけおけしおくわ、臭すぎる、死ぬわこんなの。くっそ。つけ置き洗いしました。つけ置きしたわ。なんだろう、何回も匂い嗅ぎたくなんない、臭いものって。わからない、この心理。くせえわ、吐き気を催す臭さだったよ、本当に。本当にきつかった。ただいまデイス。まあそれだけ汗かいてるってことだよな。前向きに捉えるわ。それだけ練習してる。バンテージの臭さは練習の証拠だよ、間違いねえよ。ああ、もう相手、テルジャンピン多分臭すぎて死ぬぞ、これ。おかえり、いいにゃ。臭すぎて絶対死ぬわ、テルジャンピン。確実にノックアウトできる。いろいろと汚いとか言わないでください。いろいろと汚いとか失礼にも程があるでしょ。やめてください。そういうこと言うの。やめてください。営業妨害です。営業妨害。
ユニットバス？いや、あれはのんちゃんが必死にせ、もう綺麗にしてくれたから。ドブの匂いがするって言うの。のんちゃんが。うん。すいません。気をつけます。熱湯じゃなくて今、洗剤？洗剤漬け込んで揉み洗いして、今漬け込んでる。30分ぐらいしたら、滅菌できるから。で、あとで外に干すよ。洗濯バサミつけて。それでもう完璧に、もう、すごいフレグランスですよ。すごいフレグランスになるから。おはよう、ゆうこさん。おはよう。おはようございます。おはようちゃん。わ、ふぐちゃんが放送やってる。ふぐちゃんが放送やってる。ダンスやってる。花火ダンスやってる、ふぐちゃん。うん。彼女と、のんちゃんっていう彼女がいるの。そっか、ポテマルさん最近のリスナーさんだから、のんちゃん知らないのか。トレーニング、寝起きでトレーニングしたから眠くないんですよ。寝起きで起きて、あ、トレーニングしようって。バッテリーは届いてたから、むくって起きてそのままトレーニング行って。まさかあんなに人集まるとは思わなかったよね。何人いた？のんちゃん、俺、てるちゃんぴん、ドゥカティだっけ？なんだっけ？何くんだっけな？なんとかくん。口だけ番長。あと誰いた？ワン太郎？なんだっけ？なんだっけ？名前が出てこねえな。まあ、7人ぐらいいたよ。うん、何やってんだ俺らみたいな。配信者とリスナー集まって7人も何やってんだっていう。何くんだっけな、名前出てこねえよ。荒野だ、荒野。荒野と、あと、チャンピンの親友、チャンピンのマブダチがいたんだけど、チャンピンのマブダチなんだっけ名前。チャンピンの友達が、友蔵くんだ。友蔵くん。友蔵くんだ。初見さんいらっしゃい、歌舞伎者さん。バレニオおはよう。おはよう、バレニオ。水曜日と。おはようございます。ステッカー第2弾どんなデザインにしようかな。初見さんおはよう、福ちゃん。楽しんでってください。ステッカー第2弾どうしようかな。バッテリー届いたよ。やばいよ。
体感で言うと16時間は放送できる。マジかよ、レクチ来れないの？了解。うわ、超残念だわ。マジか。レクチが来れないの残念だな。まさかの予想してないパティーンだったわ。マジか。了解了解。オッケーオッケー。マジか。了解でいいっす。まさかのバイトパターンか。まあ、捨て頃で会えるしな、レクチはな。捨て頃で会おうぜ。バッテリー届いたよ。ビビるぜ。このバッテリーには。これが、16時間放送できるバッテリーです。寄り目ですよ。これが16時間放送できるバッテリー。5キロです。これ。これです。これです。重たい。これはやばいっしょ。これこれ。アンカーってやつね。シガーソケット、USB が4つ。で、ここのコンセント、コンセントもできる。これが、バッテリーです。僕の。もう外配信最強の男になれるから。もうバッグの一番下に忍ばせて旅に出るからね。やばいよね。だって、テルチャンピンがビビってたもん。やべえっつってたもん。バッテリーで5万かける男だから。多分、市販で出回ってる中で、あれじゃん？結構いいやつだよ。これ。なかなかなバッテリーだよ。うん、あれ、今、リア凸人数どれくらいなんだろう。待って、捨て頃も。56。あ、結構増えたんだ。56だから、4。4人。56だから、4人。すごいね。充電時間はだいたい6時間とかそんなもん。だから思ってたより6時間か7時間あれば充電できるから、普通にパソコンの充電とかと変わんないよね。今新宿で、僕の自宅ですね、ところてんさん。新宿です。すんずく、僕の住んでるところ西新宿なんで、しばらくは練習に集中します。そんなもの、何がそんなもの、うん、オフ会までにはステッカーは、あと何日残ってる？オフ会が20日だから、まあ早めにデザインすればなんとかなるかな。早めにデザインすれば新しいステッカー作れるけど、まだデザインの案とかを考えてないから、うん。
楽しいよ。うん。そりゃそうだよ。好きな人と一緒にいるのは楽しいですよ。そりゃそうでしょう。それ以上の幸せなことないですよ。好きな人と一緒にいるのは。逆に、それ以上楽しい、それよりも楽しいことを思い浮かべらんないかな。もし、鯉のぼりアイテム余ってる人いたらお願いします。鯉のぼりお願いします。いいよ。のんちゃんとは仲良しだから。アンカーって何回繰り返し充電できる？うん、そうです。コンセントで充電できるんで、だいたいね、2年ぐらい、2、3年経つと半減期って言って、その、だんだんバッテリーの寿命が来るんだけど、だいたい5、6年使って初めて半分ぐらいになっちゃうらしいね。ここ？ここ剃ってほしい？ここ剃った方がいい。みんなどう？あ、鼻の下、ここ？ここ剃った方がいいと思う人、手上げでじゃ。で、剃らない方がいい人は、手下げで。で、手上げが多かったら今剃ってくるよ、じゃあ。ここを剃った方がいい人は手上げ。で、剃らなくていい人は手下げ。うん。剃らなくていい、ミウルは。どうだろう。あ、剃ってほしいんだ。ニアは。どっちでもいいんだよね、俺も。別にどっちでもよくないって思うけど。微妙微妙誰も関心がない。誰も関心がないね。和道のヒゲに誰も関心がないっていう事件ですよ、これは。じゃあ、剃る？剃る？変わらなくない？ここ剃っても、別に。のんちゃんに聞こうじゃ。のんちゃん。鼻の下のところだけ剃ってほしいって意見あったんだけど、のんちゃん的にはどう？ここ？口の上の部分のヒゲ。これ。これ好きなの？はい、残念です。のんちゃんがこれ好きなんで残念です。はい、剃りません。のんちゃんはこれ好きなんだって。知らなかったの。のんちゃん好きって言う。剃らないでって。のんちゃんの意見絶対だから。知らなかった。のんちゃんここ好きだったんだ。衝撃の事実ですよ。驚愕の事実。あごひげはのんちゃん。好きなの？ひげ生えてる人好きなの？好きなんだ。好き。好きだそうです。のんちゃん、ヒゲ生えてる人好きなの？まあ、そりゃそうだよな。俺ヒゲ生えてんだもんね。うん、ヒゲが好みのようで、うんうん、ヒゲが好みなの。ヒゲって臭くなりやすいから要注意です。おお分かったわ。気をつけます。でも、俺が老けて見えるのって、ヒゲのせいもあるよね、絶対ね。ヒゲねえ、なく、剃ってみようって言われんの、よく。リスナーさんとかにも、ヒゲ剃ってみようぜって。で、剃ったこと何回もあるんだけど、
ヒゲをそれそれっていう人ほど、あの、ヒゲあった方が良かったわって言うんだよね。あ、やっぱ和とヒゲないとダメだわ。なんか輪郭のない顔なんだよ、俺自身が。だからヒゲなくなるとね、なんかのっぺりするっていうか、ダメなんだよ。ヒゲあった方がいいんだよ、俺は。よし。のんたんが足臭いって言ってた。なんか足臭いんだよね、最近ね。うん。それは事実だわ。風船5個ありがとう。リキさん風船ありがとう。あざーす。じゃあ一回休憩します、僕は。一旦休憩します。残り6分です。もしまだフォローしてない人いたらぜひフォローしてください。お願いします。よろしくお願いします。うん。ありがとう。うん、お疲れ。うん。お、アメリカ人いらっしゃい。リキさん、バーガーありがとう。お疲れ。累計来場1567名。今見てる人が、まあ、120名ぐらいですね。ありがとうございました。じゃあ皆さんお疲れ様でーす。また後で。お疲れー。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんねんもう。